天体工場はかつて北海道札幌市中央区にある複合商業施設札幌ファクトリー内に存在した天体博物館。1993年に開館し数年後に閉鎖となった。この名前は小惑星に命名された。天体工場は小博物館あるいはミニテーマパークというべき施設で宇宙空間の実際の天体ではなく物語的な意味での 天体、星をテーマとしていた。1993年、札幌ビールが同社札幌工場の跡地に建設した札幌ファクトリーのレンガ館2階に全館のイメージシンボルとして星を作る工場というコンセプトで開設した。明治時代からの赤レンガ工場を利用し、かつそのイメージを拡大適用する形で作られた札幌ファクトリー自体、 比較的新しい施設でありながら古き良き時代という印象を感じさせるものとなっている。使用された設備はかつての機械室と爆画倉庫である。札幌ビールのマークがそもそも星であり、そこにビール工場が天体を作る工場として生まれ変わったという意味を持たせて独特の世界観を作り上げていた。メセナとしての意味も多分にあったのであろうが、10年と 立たないうちに閉ざされてしまった。展示では、架空の人物工場長をキーとして、天体図書館、星座資料室、記憶倉庫、星作り工房の4つの展示室からなる空間演出を行っていた。星作り工房の設備には、ビール醸造の装置類が巧みに取り込まれて使用されており、別世界の雰囲気を醸し出していた。当初は有料だったが、後には、 入場無料となっていた。有料のコンテンツとしては、星空に関する内容を上映する、プラネシアターや、誕生日から、西洋先生術のホロスコープを利用して占う、天雲解読機、愛称占いの、騒運打製版があり、また他にも、絵はがきなどのグッズが販売されていた。演出は、イエロー2カンパニーが担当し、天体図書館は、舞台美術家、 造形作家の小竹新節がアートディレクターを担当した。小惑星登録番号4645天体補助。この施設にちなんで命名された。命名者はアマチュア天文家の藤井哲也と渡辺和夫。ありがとうございます。